ようございます。おはようございます。今日はこれからどういったスケジュールで？今日はまず千葉の方に行くんですけど、はい、うちの水道事業部の方からのお客様で、はい、こう不動産の売却したいっていうことだったんで、まずそこのお打ち合わせを行くのと、はい、あとうちで物件買って今リフォーム中なんですけど、はいはい、そこの進捗状況の確認に行きます。そこには佐野さんでしたっけ？うちは基本的に自社完結できるので、はい、うちの職人が入ってるんで、佐野さんが、あの有名な佐野さんがTikTok でバズり散らかした作業中でございます。向かいましょう。はい、到着しました。これからちょっとお客さん先に行ってきます。お疲れ様です。どうでしたか？あ、無事あのうちにお任せいただけるということで。本当ですか？今後ちょっと進んでいきそうかなと思います。もし出会ったらまた YouTube の方で、はい、お願いします。テンション低くないですか？テンション低い。いやー、さっきはちょっと朝だったんで。眠かったですか？眠かったんですけど、今お客さん先に行ってきてちょっと全フルパワー使ったんでちょっと逆に疲れちゃって。お客さん先でピークパフォーマンスを発揮するためにそれ以外は喋らない。おお。次はどちらへ？次はですね、うちで物件買って今リフォーム中の物件があるので、はい、そのちょっと進捗状況を見に行きます。お願いします。この団地の4階なんで、お疲れ様です。はい、はい、どうぞ。はい、リポで。ここで動画、ここで動画かい。どうですか？今ちょうど和室を洋室に変えるんで、はい、畳を剥がして、まあ、ちょっと専門的なことやってるんですけど、何なんだけどね、貼るのは一個一個がちっちゃいから。あ、ベタベタ。まあ別にそれは自分たちが貼らない、サンサンが大変なので。いや、お金が全然違うんで。お金が3倍ぐらい違うんで、うん、うるさいっす。普段あのやっぱそういう仕事しないんで、はいはいはい、まあうるさいっすよね。言っちゃいけない。ノコギリっていうやっぱ現地的なことありますからね。ノコギリよ。仕事してんのに。仕事してんのに。基本的に不動産経由で入ってきたリフォームだったりとか、シェア物件は基本的に僕が立ち会うようにしてます。結局これリフォームして終わりじゃないんで、販売したりとかしなきゃいけない、はい、ああ、そうか。そのスケジュール管理があるんで、サボらずやってます。まあでも自社で全部まとめてできるっていうのはでかいっすよね。でかいです。大体他の不動産会社とかリフォームは外注だったりする。ああ、なるほどなるほど。全部うちでできるんで。向きゃいいね、こっちから引っ張れば。よかった。どうせ勝て処理してすぎてるのか。あ、傷つけた。あ、当たり前でしょ。やり直し。やり直し。あ、せっかく打ったのに。最悪。あ、何言ってんかな。先に言っちゃってやつがいけないと取らない。いや、ちょっと言ったじゃないですか、さんさん、これ早く取ってくださいよ、これ。入る。入るよ。もうパワハラ、パワハラ。いや、旦那さんとかどうしたの、パワハラじゃない。え、金具ですよ。そうだよ。そんな。え、そうっすね、ここだけ取んの。いや。悪いよ。これね、ここに止まってるよ。ここに止まってるよ。止まってるよ。これ取っちゃうと上が隙間だらけになっちゃうよな。どうもです。隙間は多分ね、そう全部だと思うよ。どうですか、佐野さんの働きっぷりは。さすが職人だなって。いつも内勤で頭パンパンでやーってなってますけど、やっぱ現場出たり聞いてしまう。食べた。
何もしないでしょ事務所だとか言ってんのに元気一発ここで OK すぐピッチに飲んで何だよ発薬誰いいっすよ、後でもしもしうつやってきたもしもしはい、どうしました今そんなこと言われても分かんないね今のやばいこの間動いたらさっき友人から この間動いたらさっき何この間動いたやつうんじゃあ入れるで100で下手が125から102いややっぱ佐野さんはね、現場じゃないとダメでいつもの 1.5 倍ぐらい下がった、ね、歩き方もどうなったお疲れ様ですお疲れ様でしたこれで終わりですかこれで一応終わりです、はい、佐野さん頑張ってました事務所の方に戻ってはい書類を作りますわかりました遠いところだとどれぐらい行くんですか1都3県は出て行きますよ千葉、神奈川、東京、埼玉不動産は賃貸と売買全部できますあ全部ですか専門的なところで言うと賃貸の管理とかあとリフォームとか全部できます全部ですね不動産の事業部は何人でやられてるんですか今事業部としては現状2人でやってて、はい、12月の1日から経験者の女性の社員が入ってくるので増えるんですね3人になりますそれは3人とかで回せるんですかそうですね新規のこう未経験者はいないのでああなるほどみんな経験者なので、はいはい、それなりにこう事業を貫通できるような人が入ってきてるので未経験者は逆にちょっとまだ厳しいかなって未経験者でもやる気があって覚えようと思えば全然誰しも一番最初未経験だと思うああはいそうですねできるんですけど、はい、でも不動産ってなんか難しいイメージあるっすけどいや覚えることは正直いっぱいあるんで、はいはいはい、お金稼ぎたかったらそういうことも覚えなきゃいけないっていう、はい、そういう、はいはいはい、苦しいこともできるかみたいなそうっすよねどこだと思います中村さんはいつからやってるんですか20歳ですかねで僕30なんで、はい、10年10年ぐらいですかなんでやろうと思ったんですか皆さんと同じ最初は安易な考えですよあのなんか営業やりたいなお金稼ぎたいな、はいはい、不動産稼げそうだなみたいな、はいはいはい、で入り口で始まって、うん、入ってみて、はい、面白いってなってそっからですかねどのタイミングでなんか本気になるっていうかあ面白いってなったタイミングですか、はいはい、なったんですかまとまった給料がどんどん入った時じゃないですかやっぱり確かに、まあ、あんまり成功体験にすがるのは良くないかもしれないですね、はいはいはい一回そのまとまったお金がドンって入って成功体験じゃないですけどそういうのがあると多少やっぱ辛いこととかってだけお金もらえたし頑張ろうかなみたいないそうですねそうですねそこまでは辛いかもしれないですよねやっぱりうん確かにいいコメントも悪いコメントもありがたいですいやありがたいですからね本当に不動産系なんてみんなマウントを取りたがるんじゃないですかそうですね8割9割は見て、はい、なんか思ってもするじゃないですかいや間違いないですね、まあ、いいコメントであれ悪いコメントであれその残りの1割の人なんでそうですねありがとうございますはいただアンチコメント書かれるとやっぱり人間なんでムカつきはするんで書かないでくださいと思いますけどねいいコメントだけお待ちしてますこんな感じでじゃあありがとうございます、はい、事務所に戻るということでそうですねお疲れ様ですお疲れ様でした